私は何のために生きているの？私は何のために生きているの？人は生まれて8ヶ月で座り、1年もすれば立って歩くのに、歩いていた私は這うようになり、立つことさえもできなくなった。私は何のために生きているの？私は何のために生きているの？ボールペンを握って日記を書いた。書くことだけが生きることだった。今では立つことも書くことも泣くことさえもできはしない。私は何のために生きているの？私は何のために生きているの？私は私の心に書き続けている。私の日記、私の生きた日々のこと。それでもそれでも生きてゆきたいの。私は何のために生きているの？私は何のために生きているの？